応募が間に合うじゃないですか。間に合う時に発表したらみんなこう私の見たい姿を見に来れるのかなって思っているので、用意したのに今回着ないセーラー服と巫女さんをどこかで着たいなって思っているんですけど、もしそれを着るとしたら、着るなら着たいっていう方がいたらね、決めちゃった方がいいのかなって思ってなんですが、あのクリスマスの衣装は用意してないんです、まだ。なのでちょっと悩んでる。セーラーも巫女さんも。ななみさんが、そうですね、あ、ラーメン部の話かな。すごい楽しくやってきましたよすっごい楽しかったって思うんですが、みんな何着てほしい？11月20日必ずお話参加します。やった、待ってます。トナカイやりません。トナカイやりたいんだけど、トナカイのさ、可愛い衣装があるかどうかなんだよね。決めちゃって、持ってないのに決めちゃうのはちょっとなーって思って、持ってるのをね、いつ着るかを決めたいなっていう感じ。後ろのおにぎり可愛い、ありがとう。これは、まあ、ママが張り紙で作ってくれた、あの画用紙で全部切ってチョキチョキして作ってくれたみたい。どうですか皆さん。そう、私もね、12月が巫女さんかなとは思うんだけど、どうかな。え、なんでそんなさ、メイド服にこだわるのすごいマジレスしちゃうんだけどさ。まあうさぎ年だもんね。まあまあまあ、その気持ちはわかる、わかるけども、わかるが、ちょっと待って、これずらしたらさ、あ、ずらそう、今日画角悪いね、なんか画角悪いね。確かにメイド可愛いけど、ちょっと私はメイド好きじゃないからあー、送ってくれだとしたら着ると思うけど、普段着ない服をさ、なかなか自分でさ買わないからさ、そこが難しいところだよね。私はこれが着たいなって思うのとさ、でもさ、違う姿を見たいって言ってくださる方もいるからさ、悩むよねえ、わかんない、プレゼントは。リーもそこはまだわかんないです。わかんない、これコスプレ送ってくれるの、リリに。嬉しいけどさあ、映っちゃう。あったか。こんばんは。お揃いの服？え、めっちゃ嬉しい。お揃いの服いいね、かわいい。リリがさ、着るよって予告したらお揃いの服着てきてくれるわけでしょ。え、嬉しいんだけど、そんなのいいね。え、それめっちゃ喜ぶ。ねえ、私のさところだけ大量にコスプレ届くのさ、えっ、えってなるくない？新井さんのさ、えってなるくないそうだね、いただいたお洋服でありだね。すごい楽しそう、それは。あとはね、もしね、どん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 いろんなことができるようになったら、いつもとは違うメイクとかもしてみたいね。それは思うかな。服に合わせたメイクとかね、できるようになったらいいんだけど。
色違いのパーカーとか多くた。確かにペアルック、みんな忘れないでね。私の好きな色は緑だよ。でもよく着る服の色はグレーとか白とかだけど。冬なのに浴衣はさすがにリリエのいじめだと思う。髪の毛がボッサボサ。送りたいって思ってるの。あ、デニム。私あんまりさ、普段デニムとかさ着る系統じゃないからさ、いいね、新鮮。立ってもらわないと見えないってことは、じゃあリアルでは会わないとね。ね。お洋服送りたい。ブランドの希望、希望とか別にないし分かんないんだけど、私がよくねお洋服買うところは、あのエヘカソポっていうお店があって、エヘカソポってちょっと綴りもローマ字じゃないから変わった綴りなんだけど、そう、そこのお洋服よく一目惚れして買っちゃうかな。あとはなんだろうね、お洋服難しいね。それこそグレイルさんとかも着るし。パーカーだったら私はスポーツブランドを買っちゃう。スポーツブランドよく使うかも。靴とかパーカーとか寝すぎとかね。エヘカソポです。前は締める系のパーカーが好きです。でもトレーナーみたいなやつも好きかも。あったかければって感じ。合わせやすい色っていうのが一番いいかも。ワンポイントとかね。あさってのやつ、おにぎりのワンポイントが入った緑のパーカー、かわいい。絶対待ってます。お揃いしたいからうちが好きなものを。分かった分かった。私からしたらすっごい新鮮なものが届くんだろうね。夢展望さん来たことないんです。でも挑戦してみたいよね。ファストファッションってなんだっけ。みんなのおすすめもさ教えてほしいよね。パーカー、うん、私はオーバーサイズで着るのが好きかな。やっぱりミルクフェード、私持ってないお洋服。そうそうそう。あとはお姉ちゃんからのプレゼントとかで服をもらったりとか、カーハートとか、あとは弟と私はね、ノースフェイスが好きだからよく2人して共有してきたりしてる。こんばんは。リリー・ブラウンさんも実は着たことがないんですよ。アンジー・ビー、リリーあんまりブランド詳しくないかも。詳しくないです。私詳しくないからもうここっていうのが好き。カーハートいいよね、かわいいよね。アウトレットとか行きたいね。絶対楽しいじゃん。スポーツブランドの可愛い服とか絶対ね着たくなっちゃうよね。私萌え袖好きなの。萌え袖が好きっていうか、こうやって手が隠れるぐらいで、寒さがしのげるのが好き、単純に。でも萌え袖って本当に写真撮っても漏れるからいいと思う。リリは。だるまありがとうございます。アウトレットってさ、いっぱいお店が入ってるところ。いやー、なんかだるま100個ありがとうございます。同じこと思ってた。リリも行きたい。毎日萌え袖します。頼みました。じゃあリリに会いに来るときちゃんと萌え袖してきてね。何着ようかまだ決めてないや。お洋服どうしようかな。あ、
そうだねそうだね、そんな感じ。え、嬉しいな。おすすめのコスメとかも教えてほしいな、女性の方とかメイクに詳しい方がいたら、もし男女関係なく。ケアグッズとかもさ、リエって結構さ面倒くさがりズボラだからさ何もできなくてさあのね、部屋の掃除だけはめっちゃちゃんとやる、それは言える。掃除係は任せてって感じ。掃除大好きなんだよね。いいよ別に、モイスで誰がやっても可愛くなるから。そっかそっか、マリー・クアントのアイシャドウ90番めっちゃ漏れる。え、本当に？いつもさあの可愛いからさ嬉しい、知れるの。ちょっと今度調べてみる、マリー・クアントでもリリってアイシャドウをね使わない人間なんですよ実はアイシャドウ使わないしアイライン引かないし、だから今度使ってみようかな試しに。そのジルのねアイシャドウは、まあ、持ってはいるんだけど使ってはなくて、マリー・クワント嫁に欲しい、お母さんみたいとかって言われるし、そんな若々した感じじゃないかな。私服はズボンが多いですかスカートが多いですか。スカート、あのいわゆる骨格がウェーブらしくて、結構骨盤のところがしっかり出てるので、スカートだったらフレアのスカートの方が似合うから、それをね自分の骨格に合ったスカートを探すのが難しくて、普段着はズボンが多いけど、でも皆さんにお会いするときはスカートの方が、スカートにするようにしてる自分で。新潟はないのかな。うんうん。ファッション雑誌ね、あんまり読んでないですね。漫画ばっかり読んで。ミニスカート、え、気になる。リリ超ミニとかあんま持ってなくて、でもやっぱり NGT48 加入してから衣装で短いスカートを履かせていただく機会も増えたので、慣れたっちゃ慣れたです本当に。ロングスカートねリリね、でもね太ってなんかダボって見えちゃうよね、それがね悩み。みんなの想像するミニスカートがさどのぐらいの長さかさ分かんないから怖いんだけど、これ慣れたっちゃ慣れたです本当に。そうそうなんよ、目の前にさ非常食があるんだけど、ちょっととりあえずやめとこう。ミニスカート姿は実は私足がコンプレックスなんですよ、かなり太くて、だからちょっと勇気いるね。うん、この前のグループおしゃべり会の衣装、あああれか、カジュアルなやつね。漫画の好きなジャンル、うーん漫画はねいろいろ読むんだよな、いろ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 です。でも最近はそうでもないか身長気にしてる、あーわかる、え多分さ同じぐらいの身長だよね。そう身長が低いからね余計にちっちゃく見えちゃうんだよね。ギリギリ間に合った、こんばんは、こんばんは。わかめちゃんはさ短くない、膝上15センチってすごい短いな、膝上5センチだわせめて。冬はミニスカートにロングブーツ、リリロングブーツ履いたことないや、なんか経験未経験が多いみたい。こんばんは、アニメイト行きます、めっちゃ行きます、めっちゃくちゃ行きます。うんうん、絶対ロングも似合うよ本当。ミニのイメージ強いしミニ似合うと思うけど、ロングも
似合いそう。なんか大人っぽい服装した時にロングとかは絶対似合うと思う。ロングのワンピースが見たいな。リリわかめ短い時、わかめって呼ぶなよ、友達みたいじゃん、わかめちゃん。スカートすっごい長いよ。群馬3期生にメッセージがあったんですか。見てほしいです。見てほしいじゃないです、見たいです。見たいです。嬉しいね。すみません、わかめちゃんに謝ってください。嘘だよ。カシウカさんってどれぐらいのスカートの長さだっけ。バイユムさんは皆さんスタイルいいですもんね。サンジのスカート、あー、あのスカートか。ロングのワンピ一つだけ持ってる。春物か。じゃあ春楽しみにしてるわ。あ、そうそう、今日さ笑い方の話をしてて、なんか自分でね、自分の笑った顔がとてつもなくハムスターに見えるわけ。普段鏡とかで見てて、みんなどう思う？何に似てると思う？なんかに似てない？なんかこの口の形と歯並び、なんか動物の何かに似てるなって思って。ミニスカートは太ももの真ん中ぐらいだけど短すぎる。大丈夫、お尻隠れれば。いや本当そう。こんばんは、こんばんは。おう、やっほー。なんかさ、わかる、このこれ、この顔、矯正してからこの笑い方になった。なんか急に、NCT のリリノちゃんって子に似てる。調べてみねえ、それは私だってばねえ。ああ、コツメカワウソ感、コツメカワウソ感。そんなカワウソにもいろんな種類がいるんだね。ちいかわ、ちいかわですか。チーカーの声真似ってできないんだよね。チーカーさんは可愛いですよね。いやーねー、はい、最近はね、話がまとまらずに終わる日が多くて申し訳ないんですけど。30分じゃやっぱ私には短いんだ。ランキング読みたいと思います。13位にゃめこさん、12位くるるさん、11位バリエントさん、10位スマイルさん、9位ソデさん、8位鈴人さん、7位テチテチさん、6位たけし、たけしさん、たけしさん、5位キーちゃん、4位アンバタさん、3位キンドさん、2位ナナシさん、1位トフヤマッチーさんです。ありがとうございます。そうじゃん、22時もそうだよ、まだ現役高校生だよ、だよ、言うな。そうなんだよ。えね、14位になった、惜しかった。うん、あ、ポキポキ言うな。はい、こんな感じでした。え、ちょっと待ってね、まださ、いつも3分前ぐらいに終わっちゃう。待って、一瞬だけスクショタイムするから、皆さん、たくさんお願いします。よろしくお願いします。これしかできない、リリ、ちょっと待って、5 4 3 2 1。はい、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。明日も配信できたらしようと思ってるので、ぜひいらしてみてください。じゃあねー、バイバーイ、バイバーイ。